青い海、白い砂浜、そして灼熱の太陽。絶好のバカンス日和だな。心ゆくまで共に楽しもその あれかよ。では多勢に無勢だ。あ、ひっお、すまない、もう抑えられない。この。いや。
なんだ？そうだな。ぽい。さて。
見つけた。キノコは毒キノコだったようだ。体は痙攣してきて。おい。まさか。ルリア、
いろいろと迷惑をかけた。できるだけ頑張ろう。その見たことのないキノコを見るとどうしても食べてみたいという欲求が抑えられなくなるんだ。おい。もしかして、ここにいたのか。晩ご飯の用意ができたぞ。それにしても、今日は本当にすまなかった。気にすんなって。ありがとう。それにしても、私は本当にダメだな。以前にも父親に同じことで怒られたというのに。どうやら反省ができていなかったようだ。こんなことだから団から追い出されたんだろうな。自分は山賊団の首領の娘だったんだ。だけど団のみんなを再起不能にしてしまってね。それで団を追い出されたんだ。おい。団のみんなに初めて見るキノコを使った料理を振る舞ったんだ。そしたら全員倒れて。な、おい。
カッタクリ殿もお元気そうで何よりです。おや、そうじゃ。なるほど、安全や大量を願うための試練といったところか。カッタクリ殿、その寒中水泳、よその人間でも参加することは可能だろうか。ジンのお兄さんが、いかにも我ら気空氏にとっても一年の安全と大きな超過、あ、いや成果は願いたいところ。それがし、本年の旅の無事とますますの気空団の発展を願い、寒中水泳に挑もうと思う。それがしも負けてはいられんな。しっかり泳ぎ切らなくては。お？気をつけてな。頑張ってください。行ってまいる。体化しているかのようだ。泳げば泳ぐほど体が楽になっていくような気すらする。なるほど、この感覚
1年を海と過ごす漁師の方々が年始に寒中水泳をするのも道理だ。魚の相手を得意とするように貴空氏は魔物の相手が得意。お任せあれ。お主も食わねば生きられまい。それは重々承知だが、これも我らの万願成就のため。いざ尋常に勝負。勝者必須、忘れること。おお、それがしはできることをしたまで。さあ、小島まで泳ごう。そうな。いや、大したこと。おっと。すまない、インビーノ。さすがに水から上がると寒いものだな。心配ご無用。こういう時は完膚摩擦だ。もう一枚タオルを借りられるかな。ありがとう、ルリア殿。寒い中、体を温めるなら、やはりこれが一番だからな。
ああ、簡単な道具でできる上、風邪をひきにくい健康な体を作ると、それがしの故郷で言われているんだ。おお。おお。長殿たちも完膚まさせて丈夫な体を作るとしようじゃないか。はい。団長さん、こっちだよ、こっち。私、生まれた時からずっと森にいたから。森のことなら何でも任せて。迷子だって見つけちゃうよ。でもよ、よかったって、何が？いや、その、あ、あはは、そうだね。ロザリアを探さなきゃいけないのに、これ寄り道だよね。でも困ってる人は放っておけないもん。それにロザリアだったらきっと助けようとすると思うんだ。まあ、大丈夫です。気をつけて、魔物の気配がする。みんな油断しないようにね。私も頑張るから。団長さんたちも気づいた？私たち、さっきから誰かにつけられてるよ。ん？獣みたいな雰囲気でもないから、多分害はないと思うけど。放っておくわけにもいかないよね。あのさ、みんな、私に考えがあるんだ。協力してくれないかな？え？ね、
して私たちの後を追ってたの？その…そっか…うん、わかった。団長さん、この子を一緒に連れて行ってもいいかな？友達のことが心配で、いても立ってもいられない気持ち、私にもわかるんだ。この子が怪我しないように、私がしっかり見ておくから。だから、お願い！いいの？ありがとう、団長さん！ありがとう！急に走ったら危ないよ！もう、しょうがないんだから。って、あ、ごめんね。なんか今の私、ロザリアみたいだったなーって。と、今はそれどころじゃないよね。あ、団長さん、着いたみたいだよ。あ、見て！木の上に女の子が！あ、怯えてるみたい。早く助けてあげなきゃ。おーい！助けに来たよー。あ？どうしたんだろう。あの女の子はこの魔物がいることを教えてくれてたんだ。あの子を助けるためにも魔物を倒さなきゃ。団長さん、私に力を貸して。
私、その子の気持ち、わかるな。そうなんですか？うん、なんか昔を思い出しちゃった。私もさ、ロザリアには守られてばかりで。だからいつかロザリアにいいところを見せるんだってずっと思ってたから。ねえねえ、男かどうかは私にはよくわかりませんが、皆様とても楽しい方々でした。へえ。例えば、あ、そういえばスーテラは懇親会にて姉様の真似をしたのです。恋愛の出会い方の模擬訓練をすることとなりまして、私のお相手にトモイ殿にご協力いただいたんです。その際にスーテラは恋愛経験が乏しいため、姉様を見本とさせていただいたのですよ。へえ。もしや姉様はトモイ殿が気になっているのですか？それはあまりよろしくないかと。え？なぜならトモイ殿は姉様と万が一にでも出会ってしまったら。きっと絶命してしまいます。はあ？ですから姉様はトモイ殿にお会いしない方が良いと思います。いえ、お会いしてはなりません。え？実は先ほどの話につながるのですが、その恋愛の模擬訓練の最中、トモイ殿は意識を失われたのです。私には恋愛の経験がありませんので、姉様の振る舞いを思い出し実践してみたのですが、でも一人じゃいまいち。あとはいい男でもいればな。お？ねえお兄さん、
何してるの？もしかして暇？何？まあそんな感じ。お姉さんは買い物帰りですか？そうそう。でもなんだか一人じゃ物足りなくて。だからねえ、あたしと、いかと、しない？ベーゾン、ともちゃん死んだ。スーテラちゃん、ともちゃん相手にそれは刺激オーバーキルだわ。すみません、未熟者ゆえ。ということがありまして、ですから本物の姉様にお会いしたらきっと やはり何かおかしかったでしょうか。皆様にも驚かれまして。あのね、あんたは。そうなのですね。しかし私のキャラに合った方法とはどういうものなのでしょうか。そうね、そうなのですか。ああ、そういうものですか。ま、ありがとうございます。やはり姉様がいると心強い。恋愛経験値のない私が姉様の真似をしたことで意識を失うということは、姉様の魅力を目の当たりにしてしまえばきっと友井殿はその命を失ってしまうことでしょう。まあ、ですが姉様、トモイ殿は妄想癖に悩まされているようで、現実と妄想の区別がつかないのだとか。やだ。夢での女性との出会いを現実と混同し、現実世界でもその女性に恋焦がれ、果ては逃避行を目論んでいるそうです。寺も、トモイ殿は一刻も早く腕の良いお医者様に見ていただくべきだと思います。うんうん、残念。
ごめん。姉様、助けていただいてありがとうございます。ああ、はい、とても嬉しかったので。さすが姉様はお強い。はいはい、エルセム殿ですか？ちょっと。エルセム殿は、そうですね、確か。俺、エルセム。今日はみんなと食事できてマジ光栄的な。好みのタイプはおしゃれ女子的な。よろしく。俺はある日突然グラサイに来たおしゃれ女子のセンスにズッキュンすかね。なるほど、エルセム殿も服に興味があるんですね。ということがありましたから、エルセム殿は服に興味がおありのようだとお見受けいたしました。そうですね。あ、そうです、今は聖少獣のユグドラシルと交際をしているのだとか。え？スーテラも驚きましたが、そうらしいのです。ちょっと！さらにユグドラシルと同じサイズ感とやらを目指し、鋼鉄の巨人へと自身を改造してしまいまして。何でも、個
代の技術を使ったとのことでした。そのような技術があるとはスーテラは初めて知りました。ダメダメ。姉様の見解ではエルセム殿もなしというご判断なのですね。何か？すみません、ちょっとおっしゃる意味が分かりかねまして。良いのですか？何かお困りなのでは？いいのいいの。5分だけお茶するとはどのような意味があるのですか？たく。少し黙ってろ。え？あ、姉様の怒りが頂点に。ああ、めんどくさ。やれやれ。姉様、何もされておりませんか？やあね。たく。スーテラも驚きました。しかし、姉様が無事で何よりです。たくもう。それにしても不思議な口調を操る方が多いのですね。先日の懇親会の時のローアイン殿たちもとても特徴的な話し方をされてましたし、先ほどの方しかり、今の若い男性の中での流行りというものなのでしょうね。ほらほら。はい、ただいま。あ、
ま、ロアイン殿はカタリナ殿をお慕いしているというお話でしたよ。なんでも気空団に入団するに至ったのはカタリナ殿と生涯を共に添い遂げる決意であったとか。へえ。懇親会の場でもカタリナ殿への思いを語られておりまして、誠実な方だとお見受けいたしました。では、ローアイン殿は姉様の見解だとなしではないということですか？そうね。ああ、はい。確か先祖代々マッチョ藩をしているとか。なんでもマッチョを狩るというお仕事だそうですよ。うん。森と人の共存を考えるにあたって森人としてスーテラは非常に興味深いお話が聞けたのですが。ローアイン殿は手当たり次第にマッチョを狩るわけではないのです。小マッチョを森に返したり、親マッチョを。何でしょう？あんたは。え？まさか。いえ、ちゃんと姉様に言われた通り懇親会に行ってまいりましたし、お食事も美味しかったですよ。姉様、いかがされましたか？たくまごめん。いいえ、姉様、スーテラは充実した時間を過ごせました。女子の力の方はまだあまり理解できてはいないのですが、ですがスーテラはいろいろな方々のお話が聞けて視野が広がった気がいたします。はぁ。